はい、どうも浅草前川院伝の市原です。今回はですね、まず YouTube の登録者の方がまず1000人を超えましてありがとうございます。でもう数多くのコメントもね、いろんな国の方々や日本の方からもいろいろ数多くいただいておりまして、本当にとても嬉しく思います。ありがとうございます。でそちらのコメントの中ですね、結構いろいろ質問とかもあったりもしまして、あとはそれこそ私もよく、行っている祭事とかですね、店頭の方でもよく聞かれたりっていう質問のこととかあったりもしますので、そちらの方も合わせて今回ちょっとお答えさせていただければなと思いまして、今回、このように動画を撮っております。で、紹介する内容が正直ってかなり結構あるので、何個かにこう分かれて、紹介の方をさせていただければなと思います。ではまずですね、そもそも院伝とはっていうところなんですけども、院伝って何って聞かれること多いんですけど、こちらですね、ここが院伝川なんですけど、まず鹿の皮ですね、こちらの鹿の皮です。鹿の皮に漆で柄をつけたもの、こういったものを院伝革と言います。すごいこうね、こんな感じで柔らかいので、でまずね、よく聞かれるのは、なんで鹿革なのかって言われるんですけど、これが鹿の皮なんですけど、鹿の皮ってこうすごい柔らかくて耐久性があるんですね。引っ張ってもで、そういったね、特徴がありまして、あとはすごい、なんでこの柔らかいのかって、きめ細かいので、こう、漆が中にこう入っていってくれるんですね。でそして、根を張ってくれるので、こう、ピタッとこう止まってくれるんです。でも、他の皮とかだと、こう、目が少し粗いので、例えばこう入っていっても、こう目が粗かったら、スーっていって、根張ったとしても、スポッてこう抜けやすいんですね。っていうのもありまして、このように鹿の皮の方を昔からも使われております。で、漆ももともと鹿の皮だけだと結構傷つきやすいっていうのがあったので、こう漆でこうやることによってそういったのをなくしたりとか、それに日本独自の発展の仕方を遂げております。で、そもそも院伝の歴史といいますか、院伝ってもう実はインド伝来の略と言われています。いろんな諸説あるのであれなんですけども、で、古くは本当奈良時代まで遡りまして、そういったところがふすべという技法でいろいろ革製品とかが生まれてるんですけども、こう藁でこうとかもそうね、いぶしてこう煙でこう色をつけるというやり方ですね。で、そういったのもどんどんこういろいろ独自の発展をして、今のこういった院伝が日本独自でございます。なんで日本の伝統工芸になります。もともと結構甲冑とかの、使われたりとかしてて、甲冑の装飾とかですねにも使われていたりとか、あとはもう結構弓道のね、また部分にも使われたりもしているんですけど、剣道とかも多いんですけども、それだけ耐久性があってっていうものがまず特徴的ですね。で、やっぱり甲冑を今身につけてる人もほとんどいらっしゃらないので、バッグだったりとか財布だったりとかにこうその技術を生かしてお作りさせていただいておりますですね。で、まず漆をつけることとかもそうですけど、あとはじゃあ前川院伝って実は10社ぐらいあるんですけども、うちの前川院伝ってじゃあどんなところが特徴なのっていうところで、前川院伝自体はもともと結構仕立ての職人のところなんですね。なので、浅草なので、我々は浅草にはやっぱ仕立ての職人の町なの で、そういった形でやらせていただいておりまして、我々はですね、院伝革のその柄のこういった模様とかも自分たちでデザインとか、あとは企画とかしながら、あとは革の色とか漆の色もそうですけど、一個一個やっていきながら、それこそ製造、販売、修理、全部自社一括管理生産といいまして、うちらで全部やらせていただいておりまして、
まあ、抱えの職人にもちろんお願いしたりとかっていうのも、ね、うちらの中のその抱えの職人にやっていただいたりとかもございます。でまあいろいろね、やっぱこう初代から代々でこう受け継いだ皆さんのこの技術を生かしながら、まあ、常に新しいものを考えつつも高品質で、まあね、どうしても高品質になってしまうなるとどうしても一個一個手で一個一個手作りなんですね、うちらは。なので、まあ、手作りで一つ一つ丁寧に仕上げさせていただいております。でまあどうしても、まあ、まだねなかなか印伝自体がまだ知られていないっていうところがあるので、こういった YouTube の方を始めさせていただいたりとかさせていただいたっていうのも実はありまして、まあ浅草にねうちらもいますので、こういろんな世界の方々にやっぱ知っていただければなと思いつつ、日々いろいろうちらでも試行錯誤しながら、やらせていただいておりますですね。なんで逆に言えばうちらも製造から販売から全てやっているので、そこそこお客様のお声とかもこう結構商品の形に反映したりとか、こういうのつけてほしいとかもある程度まあね、この持ち手を長くしてほしいとか、あとこの、ね、トートバッグショルダーとかにつけてほしいっていうのもまあ言っていただければ、もうお値段は、ね、かかりますけども、そういったのもやらせていただいておりますので、まあ、そういうのもうちらのある意味特徴かなと思います。でよくあのやっぱうちらは先ほど言ったように仕立ての職人っていうのがあるんですけども、印伝ってもともと地域分業制なので、鹿革をなめしが伝統の、奈良印伝さんというのをなめして、これに対してこう革を染めて、で、漆をつける、この漆をつけるところが伝統工芸が甲州印伝さんです。でただこの革の状態じゃまだ何も使えなかったりするので、我々が縫って形にするのが、我々のじゃですね、例えば形にこうやってしますってするのが我々の、江戸印伝とか浅草印伝って言い方になります。なので鹿の革にこう漆で柄を施してっていうのが、まあ、印伝の特徴になりつつ、そういった形でやらせていただいてます。でもともとそうやってね、江戸時代から地域分業制でこうずっとやっていきまして、で、まあ、江戸でできたものは各地にまかれて、もともと何印伝って言われていました。なんでまあ、ね、どこが発展っていうのも何とも難しいところなんですけども、いろんな説があるので、まあ、そういったのもございます。で印伝のじゃあいいところってどんなところってよく聞かれるんですけども、まず印伝ってすごい軽いんですね。なので本当もう分かりやすく言うと牛革の大体半分ぐらいの軽さって言われるぐらい軽くて、耐久性もかなりあるので、お財布で言うと平、まあ、お客様が結構持ってるので、平均的に大体まあ10年近く使ってらっしゃる方も多いです。まあ、物自体が壊れないで、それこそちょっとやっぱ気分変えたいからとか、そういうので変える方ももちろんいらっしゃいますので、長く使えるのは長く使います。でバッグも30年近くやっぱ使ってらっしゃるって方が結構、ね、催事とか行ってても持ってるって使えるのよとか、壊れないから修理できないのよって方結構多くいらっしゃるので、長くねもう何よりも楽しめますので、もう一個一個を逆にやっぱ高品質に作ってるからこそっていうのもありますし、さらにそれに鹿革の耐久性、あと軽さ柔らかさがねやっぱあるので、だからこそ長く楽しんでいただくことができます。ということで、まず今1本目というか、この方にまあ何本目になってるかわかんないですけど、まあこちらの方がまあ軽く印伝についてということで今回説明させていただきました。なのでまた何かわかんないこととかあったらね、どの動画のでもいいのでコメント欄とかにいただけたりとかしたら、まああの少しお答えさせていただければなと思います。では、またありがとうございました。